有馬降板、右の諸角今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。ツーシームはボール、まずは内角高め。第2球投げました、見送ってストライク。投球はこれから3球目、打ちました、いい当たり、抜けた。 DJB ナイスバッティングです。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは DJB、 ここまでヒットは3本。投げました、決まってストライク。まずは見送りました。投球これから2球目、打ちました、これはショート正面、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。エジプトだ。大学を率いるバーリス・ロセオだ。おやおや、バカなことを。ここからはミスが許されない戦いになっていきます。エジプト大学対帝京国際大学、大学野球秋季全国大会準決勝の模様をお伝えしてまいります。さあ、どちらが意地と執念を見せるか、いざプレイボールです。ツーアウトランナー一塁という場面で DJB、 第1球投げました、インハイボール。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、ストライク、空振り三振。1回、さあ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で DJB、 今日の第1打席はスイングアウト。第2球アウトロースプリット外れてボール。第3球を投げた、真ん中に送ってストライク。投球これから4球目、ストライク、タイミング合いません。第5球投げた、打った、あっと取れない、ライトバックホーム。 DJB いいバッティング。6回の裏、エジプト大攻撃に入ります。トップバッターは DJB、 投げました、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ、投げました、これも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、高めボール球打った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バーリス降板、左のアルフォード、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球投げました、打った、ファールボール。第2球投げました、空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、スクリュー、空振り三振。 DJB エジプト大決勝進出です。大学野球秋季全国大会準決勝戦突破、決勝進出です。
今日の対戦相手は。あ、うほう。この大会もついにクライマックスを迎えました。エジプト大学対西京大学、大学野球秋季全国大会決勝の模様をお伝えしてまいります。さあ、大学ナンバーワンの座に輝くのはどちらのチームか、プレイボールです。エジプト大先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で DJB、低め、ワンシームは外れてボール。第2球ボール、投げた、決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、いい当たりですが抜けた、センターバックホーム。 DJB ナイスバッティングです。エジプト大リードで迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で DJB、打った、これは強烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。エジプト大リードで迎える3回です。今日2本のヒットを放っている DJB、 初球高速スライダー空振り。第2球インロー、外れてボール。投球はこれから3球目、打ちました、1、2塁歓迎、山根取った、1塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。序盤終了しまして、エジプト大追加点のチャンスです。ワンアウト満塁という場面で DJB、 第2球投げた、もう第3球を投げた、打ちました、三塁ランナーホームに突っ込む、三塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。エジプト大8回の裏、エジプト大攻撃に入ります。先頭バッターは DJB、 今日はツーランホームランを打っています。さあ、次の投球投げました、もうインコースへ。第3球を投げました、打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、ここは守備に阻まれました。これでワンアウト、ランナーはあります。エジプト大悲願の優勝です。見事な戦いでついに大学野球の頂点に立ちました。持てる力を全て出し切り、最高の瞬間を迎えています。大会を制したエジプト大学、本当に強いチームになりました。優勝おめでとう。やったな、お前たち。あんな強敵を倒して全国の頂点に立ったなんて信じられないでやんす。ここまで強くなれたのもピラミッドのおかげでやんす。いや、そうではない。これはお主たちの努力の賜物じゃ。それより大丈夫でやんす。ところで、なるほど、
うん。なんと。しっかりな。応援してるにゃ。頑張れ。いやそれ。行ってこい。よいか。それじゃあ。大学ナンバーワンの座をかけ世界各国から代表チームがここに集いました。日本対オランダ大学野球世界大会1回戦の模様をお伝えしてまいります。さあ注目の大会初戦プレイボールです。2回の裏日本攻撃に入ります。この回のトップバッターは DJB。第9危ない球。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げました。ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。顔の前通過。投げた。ボール。投げた。変化球見送ってフォアボール。日本先制のチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場面で DJB。 この後に控えているのは堀杉。第2球投げた。外れた。ボール。第3球を投げた。完全に外れた。ボール。投げた。4球目ストライク。ここは1球見送ります。さあ5球目打ちました。一塁線鋭く切れていきました。ファールです。投げました。結局フォアボール。惜しい。日本リードで迎える4回です。バッター DJB。 見送ってストライク。第2球打ちました。これはいい当たり。抜けた。 DJB いいバッ。日本追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で DJB。 初球フォークボール空振り。第2球打ちました。右中間へ持っていきましたがライト前進。取った。国寿スタートを切った。 DJB ライトへの犠牲フライ。日本さらに1点追加。日本リードで迎える7回です。バッターは DJB。 投げました。危ない球。第2球投げました。危ない球。投げました。ボール。内角高め。第4球を投げました。ストレートはストライク。ここは1球見ます。
外角低め見送ってストライク。さあラストボール投げた打った、これは内野ゴロ。アディそのままベースを踏んでツーアウト。日本初戦を見事突破しました。大学野球世界大会1回戦突破です。久しぶりだな。ああ、勝負だ。大学野球世界一の称号をかけた戦いがこれから始まろうとしています。日本対アメリカ大学野球世界大会決勝の模様をお伝えしてまいります。さあ大学世界一の座に輝くのはどちらのチームか。プレイボールです。2回の裏日本攻撃に入ります。この回先頭バッターは DJB。第9球投げた、初球を打った、抜いた、ボールはセカンドへ。 DJB ナイスバッ。4回の裏2点を追いかけます。日本攻撃に入ります。トップバッターは DJB。 投げた、直球ストライク。第2球投げた、2球目空振り。第3球ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。さあ5球目三振、最後は149キロストレート。さあ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で DJB。 ネクストバッターサークルには堀杉、これだ、打ちました。2塁ランナー3塁へ向かう、センターバックホーム。DJB、いいバッ。日本、追う展開で迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面で DJB。 今日はここまで3打数2安打、1三振。第2球、投げました。2球目空振り。第3球、打ちました。ファール。次は4球目、投げました。打ちました。ライナー。センターからサードへ。DJB ナイスバッティングです。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で DJB。 今日は3安打、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、センター見上げた、ホームラン、ツーランホームラン。初球から思い切っていきました。6対3、日本リードを3点に広げます。今チームメイトが迎えます。日本悲願の世界一優勝です。
最高の瞬間、ついに世界の頂点に立ちました。すべての野球ファンを取り込みするような戦いぶりで見事勝利です。大会を制した日本代表、本当に歴史に残るような一戦でした。世界一おめでとう。見事だ。よくやったぞ。来てやったぞ。ありがたく思うがよい。ファラオがどうしてもお前の活躍を直接見たいというので駆けつけたのじゃ。あの巨大な鉄の鳥に乗る手続きがいろいろとややこしかったのよ。セティの魔術があってよかった。それはともかく立派な戦いであったぞ。ファラオに捧げるにふさわしい勝利じゃったの。おて、感動した。早速胴上げにゃ。みんな行くにゃ。おで、お前たちにたくさんお世話になった。ありがとう。礼を言うのはこっちの方でやんす。おいらたちヌービス君の優しさにいっぱい助けられたでやんす。おで、みんなのこと忘れない。友達なれてよかった。うん、おで頑張る。またピラミッドの建築監督としてファラオ支える。だからみんなも元気でピラミッド建ててな。野球の能力も上がらないでやんすしね。そうでやんすね。オイラたちはオイラたちで頑張るでやんす。寂しくなるでやんすね。それじゃ名残惜しいが、愛すべきエジプトに帰還するとするか。セティ、準備は良いか。ファラオよ、もちろんじゃ。それでは行くとするかの。ラニエコア、ファイオ、ウレ。さらばだ、お前たち。達者でやれよ。バイバイにゃ。おで、楽しかった。ネットニュースですごい記事を見つけたでやんす。どうやら無事に帰れたみたいでやんすね。